ミカエル・シェレルは、フランス、サンティレール・デュアルクエ出身の自転車競技選手。2011年から AG に R、ラ・モンディアルに所属。12歳で自転車競技を始め、その後、ベロクラブ、サンティレリアンに加入。2003年、17歳の時に、フランス選手権、ロードレースのジュニアチャンピオンに輝く。その後、コートダルモール・メトール・ジャックや UC。 なんとアトランティックに所属。2006年8月、ラ・フランセーズ・デ・ジューの研修生になる。グランプリ・ド・フルメイに出場し、33位で完走。2007年6月、ラ・フランセーズ・デ・ジューとプロ契約。オランダ・フード・バリー・クラシックで、プロデビュー。ツール・ド・ポローニュではスプリンターに混じり、スプリントにも参加した。2008年、パリ・ニース第2ステージでは逃げに入った。 ジロでイタリアに初出場し、第19ステージでリタイア。2009年、ツアーダウンアンダーで、総合10位に入る。ブエルダー・エスパーニャに初出場し、第18ステージでは6位に入り、総合25位で完走。2010年、パリ・コレーズで、総合5位に入る。8月に、AG ニャー・アール・ラ・モンディアルと2011年の契約を結ぶ。 2011年、AG に R、ラモンディアルに移籍して、すぐに結果を出す。ツールド・ロマンディ第3ステージでは、集団スプリントで、アレクサンドル・ビノ・クロフに続き2位。ポリノルマンドで5位、ツール・デュー・リムザンでは、総合9位に入った。2012年、シーズン初レースのグランプリ・デュベル・テュール・ラ・マルセーズで8位。ボルター・カタルーニャ第3ステージでは3位に入り、 総合リーダーになるはずだったが悪天候のため、乾燥者をすべて同タイム扱いとしたため、総合リーダーにはならなかった。ツールドフランスに初出場。第20ステージでは残り3キロメートルを切ってから、ダニーロ・ホンドと落ち車者して骨折したが、救済措置を受けて、集団と同タイム扱いでゴールした。最終の総合成績は62位。二千十六年九月に、 プリームレックで行われたヨーロッパ選手権にフランス代表として出場。ジロでイタリアツールドフランスブエルターエスパーニャ。ありがとうございます。